皆さんこんにちは。それでは続きをプレイしていきましょう。オレンの実、ああもう水鉄砲いってんだよ。よいしょ、キノコ、あーやばい、あー怖い。穴抜けの玉か、1個持ってるからいいかな。あーほんと、じゃあもうほんとかまいたちなんなのこれ。痛い、危な、あー、あー怖。じゃあピピーだ、よし、じゃあねちょっとね探索をしてこようと思いますよ。あ、またこの部屋あるな。はい、お待たせしました、行こうと思います。先に進みます。お、だいぶ奥まで来たと思うんだけど、ここまで電流を見かけなかったってことはさらに奥まで行ってるってことなのかな。まあいいや、もうちょい進んでみよう。ボーン、あーちょっとニョロボン心配なんだよな。あっちゃんもねえタイプ的に、あわわ、ここは俺たちの縄張りボーン、さっさと帰るボボーン。あの僕たちポケモンを探していて、うるさいボン、俺はニョロボン、ニョロボンリバーのボスだボン。それは違う、俺こそがニョロボン、ニョロボンリバーのボスだボボン。それも違う、俺こそがニョロボンに、ニョロボンリバーの面倒い面倒い面倒い、ちょっと待て、おめえら違くねえか、そっちこそなんか揉めてるみたいだね。とにかく俺たちはニョロボン三兄弟、覚悟するボン。はあ、まあ来るよ、手ごわそうだけど3匹の穴とかなるかも。コブン、あ、ニョロモたち、ニョロー、コブンって1匹だけ、ボスが3匹なのにコブンが1匹だけって、 うるさいボン、とにかくどっち見てやるボボン。4匹か、いけるかな。はい、なんか使いますか。どうしようかな、フラフラ玉、敵縛り玉、縛ってみる、縛れるかな。よし、あー長い、うえーマジか。守り始めたぞ、ビルドアップ、これちょっとタイプ的に不安だな。おまけの枝じゃない、もうちょっとなんか状態異常になっててもらおう。あ、こっち来てくれた、ラッキー。どうしようかな、砂かけ連発してみるか。え、お前らどっちも守るんか。いて、お、守り状態から戻った。いろいろね道具を使ってみようと思います。おまけの枝、状態なんだろうか。お、あ、光合成、
よいしょ。ちょ。あ、間違った。あー、そう、ほんともう私ダメだな。ちょっと待って、なんかどんどんなんかやばくなってる。よいしょ。え、まだ倒れない？マジか。ちょっと待って、でも火の粉効かないもんね。あ、痛い。はい、食べろ。もう守るがすごい嫌だ。あー、もったいないことしちゃった。まだいけるかな。あ、よし。いて、痛い。ちょっと待って。タッチ。危ない。オレンの実を。使って、あ、倒れた。あー、危ない。相手が水タイプだから本当怖かった。やった。うん、今のうちに奥へ。天竜さんだ。さすらいのスタイリッシュ旅ポケモン天竜ですよ。で、天竜、危ないところでしたね。やれ、油断は禁物ですよ。いた、天竜、よかった、探してたんだよ。私をですか？そういう君たちは村の子供たち。私に何のご用でしょう。と、その前に、ここは一体どこなんでしょう。村をいろいろ見て回っていたはずなんですが、気がついたらここにいまして。はあ、ようやく会えた。はあ、夜になっちゃったのね。なるほど、つながりオーブを渡すために私を。ちょっと探すのが大変だったけど、会えてよかったよ。やれ、いけませんね、子供にそんな苦労をかけさせるとは。ねえ天竜、天竜は調査団で働いてるの？違いますよ。え、違うんだ。そっか、残念。調査団はつながりオーブを持ってるって聞いたから、もしかしたらって思ったんだけど。調査団で働きたいんですか？うん、僕調査団に入りたいんだ。世界のいろんな場所に行って、いろんなポケモンにも出会って、そしていつか調査団のガショエタワー面白い名前だな。ポケモンの世界地図を完成させるお手伝いをしたい。それが僕の夢なんだ。素晴らしい、とても素晴らしい夢じゃないですか。でしょ、そうでしょ、そう思うでしょ。でもみんな寄ってたかって無理だって言うんだ。僕が子供だからダメだって。確かに子供は調査団には入れないというのを聞いたことがあります。ほんと誰がそんなこと決めたんでしょうね。やれ。でも調査団の見習いなら今でもやることができますよ。え、やれ、仕方がない。君たちにこれあげましょう。あ、調査バッジ見習いをもらった。やった、調査団ガジェット。まず調査団マッチ見習い、調査団の証ですと言っても見習いですが、そして調査団バッグ見習い、
いつもより道具がたくさん持てる調査団メンバー専用のバッグです。これは嬉しい、これは嬉しいと言っても過去見習いですが、最後に調査団ガジェット過去見習い、調査の仕事に使うとても大切なアイテムですと言ってもでも見習いでも調査団は立派にやれます。調査団の大切なお仕事の一つとして皆さんの悩みを調査し解決するというのがあります。ですので君たちも調査団バッジかっこ見習いをつけてポケモンたちを調査してみてください。もしかしたら悩みを抱えているポケモンもいるかもしれませんよ。そっか、そしたらその悩みを解決すればいいんだね。悩みを解決すればそのポケモンとつながりができます。そこでまた調査団バッジかっこ見習いです。これからの説明はかっこ見習いを省略しますね。君たちにあげた調査団バッジは2個だけでなくたくさんありましたよね。仲間になってほしいポケモンに調査団バッジを渡せば一緒に冒険してくれます。あ、仲間が増える。そうやって仲間を増やしていけば調査団の実力もついていくと思うんです。ついでに私のつながりオーブも君たちにあげます。先ほど私した調査団ガジェットがありますよね。ここにつながりオーブはめてみてください。これって地図だよね。はい、そうです。調査団ガジェットはつながりオーブをはめることで起動します。地図だけでなくポケモン同士のつながりや調査リストも確認できます。あとチーム名も登録できますよ。チーム名、はい、調査団をやるチームとしてチーム名を登録してみてはどうでしょう。ねえ、どんな名前がいいと思う。チーム名か、そうだな。あー、これ入力すんの、ちょっと待って、どうしよう。ちょっと待ってね。はい、ちょっと惑星関連で行こうと思うので、プラネットで、本当ありきたりだけど、はい、チームプラネットで。あ、ありがとうございます、気に入っていただけたようで。でもみんなに言ってんだろ。おいおい、メモメモ。はい、調査団ガジェットをうまく使って皆さんの悩み、はい、おお、これでなんかポケダンらしくなってきましたね。っていうか、なんで電流はこんなの持ってたりいろいろ詳しかったりするの。ふう、聞きたいですか。何を隠そう、それは終わった。まあいいか、見習いにもすごく嬉しいよ。よーし、あしたから調査団見習い頑張るぞ。絶対に頑張、もちろんムーも一緒に調査団見習いやってくれるよね。そっか、やってくれるんだね。ありがとうムー。相変わらず強引だよね。でも憎めないし、まあいいか。明日学校が終わったらやろうね。はーい、ちゃんと学校には行かないとね。さてと、そろそろ帰るとしますか。もう遅いですし、親御さんたちも心配しますし。いろいろありがとう、デンリュー。じゃあまたね、バイバーイ。ふふ、ほんとかわいい子たちですね。お、おや、連絡ですかね。はい、謎のガジェット。団長、聞こえますか。聞こえてますよ、デン。あ、デデンネくんか。デデ、デデデデンネ、なんかデデって言いますね。あ、よかった、やっとつながった、よかった。ですが、何一匹で行動してるんですか。あれほど誰かと一緒にいて、何度もやめてくださいね、デンネ君。カセットでの通信とはいえそんな大声ではダメが回って。あ、すみません。で、今どこにいるんです。穏やか村ですよ。え、穏やか村ですって。おう、団長の本当だね。うん、なんか変な情報が流れてたんですかね。うん、あ、拍子抜けですね。でも了解しました。もうすぐ帰ってこれないと思いますもう諦められてますね、団長。てか団長なんだね、拍子抜けか。確かにそうですね。でも来てみて分かりましたが、穏やか村、いいところじゃないですか。星もこんなに綺麗ですし、やっぱり平和なのが一番ですよね。それを守るためにももっと頑張らないといけませんね。そうね。
よし、これで新しいチャプターに入るかな。冒頭だけ入る感じかな。次の朝、もういつものように大きい木の花と朝ごはんを食べ、太陽と学校焼き授業を受けるのでした。そして放課後、はい、授業終わってお仕事ですね。あったー、広場に行こう。調査団見習い早速開始だよ。はい、まだ新しいチャプター行かないんですね。楽しいよ。ようやくね、任務をこなすようになったので、お、穴抜けの玉、嬉しい。先生、ここは職員室ですね。はい。忙しいのね。あー、夏休みなんだ。よいしょ。お、校長先生お仕事中ですか？ご苦労様です。はい。今日は学校のマドンナはいないと。よいしょ。あ、今日はさよならはマドンナなのね。はい。あ、あ、まだいる。電流大丈夫？はい、なんとか。その声は村の子供たち。うん、これから調査団見習い始めようと思ってたんだ。そうですか、頑張ってくださいね。あ、そうだ、ではつながりオーブの使い方を説明してませんでしたね。私としたことが肝心なことを忘れてましたね、このアンポンタン。では、はい、お願いします。かわいい電流ガジェット。おー、新しいメニューが、あ、つながりオーブがあります。うん、お、迷ってしまう、ニンフィア。はい、あ、迷ってしまいましたわ。怖そうな森 B2 階。へえ。ああ。なるほど。じゃあ次はこの、これをやってくんのかな、コンミッションというか。怖そうな森。ああ、ほんとポケダンらしい。もうこういうのがね、面白いですよね。これ調査の仕事を受けていくと、はい。お、調査リスト。はい。おー、なるほど、なるほど。はーい。はい。つながりオーブのほか、調査リストは地図も見る。おー、いいですね。探検隊とかね、空の探検隊とかなんか掲示板みたいなの貼り出してありましたよね。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。私はね、こっちの方が見やすいかな。じゃあ記録して終わろうかな。あー、ちょっと面白くなってきた。じゃあ次回はニンフィアを助けに行きましょうかね。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。